ばんは、タツニーです。こんばんは、ユミネーです。あのさあのさ、来たな。なんだFacebook 見た？ Facebook？ 見たっていうか、あの鹿のさ、顔のマスク見たよ。岩松さんのハンター、岩松のめっちゃかっこいいだ。何あれ、めちゃくちゃかっこいいじゃん。俺にぴったりって感じだよな、あれないやそれは本当に怪しくなるからもう無理ですけどあれさ、息できんのかな、鹿の皮のマスクって。めっちゃ聞いてみたい岩松さんに気になって電話しようかなと思っちゃったんだけどできるだろう、だってできなきゃ岩松さんもしてない。息止めてたかもしんないよ、その間な。いやでもな、でもすごくお似合いだったのよ。デザイン、ハンター岩松、デザインを優先して息苦しくてもするっていう気持ちがわかるよ、うんかっこよかったもんね。ピシッとさ、本当にぴったり合ってたしさ、ね、あれってオーダーなのかしら。オーダーじゃないの、きっと。もともとあれはね、うん、やっぱやめよう。何、気になるじゃんいいんだよ。何いいからもういいから。あれにはね、めっちゃ気になる、秘密があんの。それでは皆さんそれでは皆さんじゃ、間違えちゃったじゃねえかの終わっちゃうじゃんそれでは今夜も参りましょう。はい、タツニー、ユミネーの俺がやらなきゃ誰がやる。この番組は全ての日本人拉致被害者救出のために活動する特定失踪者問題調査会の提供で、札幌ラジオワンダーストレージ FM ドラマシティをキーステーションに、秋田コミュニティ放送、鶴ヶ FM ハーバーステーション、米子だらず FM、 FM イズムをネットしてお送りします。さて今日の北海番外地だ。はい。今日はね、うん、もう俺言いたくて言いたくてしょうがなかったんだけど。誰何？オープニングの、オープニングの謎がここで解かれるわけだ。え？嘘、マスク？そう。今日のゲストはね、うん。こだわり革職人。うん。お。北海道愛に満ちた服部くん、はい、呼んでみよう。はい。服部くん、はい、はい、タツニーでーす。ユミネーでーす。服部でーす。服部でーすって自分で言うのなんか変だな。うん、変ですね。いや実はね、今日は札幌で、はい、なんと見ただろう、あのフェイスブック、鹿の皮のマスク。岩松さんのやつでしょ。そう。あれをね、かっこいいやつ作ってる革職人の、うん。うん、グレートスピリッツっていうブランドでやってる。悪そうだよな。俺にぴったりぴったり、グレートスピリッツ。その革職人の服部くんをゲストで呼んでます。おー。イエーイ。よろしくお願いします。あれかっこいいよね。かっこいいよ。あれ、ありがとうございます。要はさ、デザインも全部やるんだよね。そうですね、うん、その人に合った形で、うん、だから丸側の人だったらちょっと丸めにとか、うんうんうん、重長だったらちょっと縦長にとか、うん、ああそういうところもあるんで作ってます、ちゃんとそこまで考えて、さすがなんかその何、ね、デザインのそのセンスっていうのはさ、子供の頃は何になりたかったわけ。まず最初昆虫とかが好きで。昆虫、昆虫、はい、虫虫ですねで、今バッタ来てるけど、昆虫のそうですね、観察をするのに絵を描き出しまして、うん、あ、なるほどなるほど、なんか分かってきた、うん、そこからちょっと絵に、うん、あの使って、うん、でそこから今度デザイン、うん、
まあ、結構しばらくは画家とかそういう絵描きを目指してたんですね。なんか何小学校とか中学校で描いて入選したとかそういうことあったの？ああ、ありました、ありました。あら、はい、なんかこのところ絵心があるやつが連発してんだけど。あ、本当、はい、あ、じゃあこれなら俺もちょっと絵いけるかもしれないと思ったのは小中学校ぐらいの頃。そうですね。お、すごいじゃない。何を差し置いても中学の美術は全部5を取るぞみたいな。あやっぱり自信があったわけだ。なるほど。え、それで何、じゃあ高校に行ったらそれはなんかさらに開花するとかそういう感じ？そうですね、一応そこから進学、まあ、美大とかを目指すような感じで。ああ、さすがだな。うん、絵のデッサンとかそういう、あ、デッサンね、やる予備校みたいなとことかも通ったりしまして。ねーねー。じゃあ何、 美術大学とかそういうとこ行こうと思ったわけだね。そうですね、うん、で美大目指してずっとやってたんですけど、うん、新潟の方に高校3年生の夏にちょっと行った時に、うん、専門学校なんだけども、うん、2年その専門学校の課程を終えた段階で留学できるっていう学校があったので、うんうんうん、このアメリカの美大に編入できるっていうシステムがある学校があって、うん、でそこに行こうと思って、うん、その学校ここに高校卒業した後新潟に行ったんですよね。なんで新潟に、なんでさ、うん、新潟にその高3の時行ったのよ。たまたま兄が新潟の大学に通ってまして、うん、そういうつながりね。雪が多いからさ、大して変わんないじゃん。そう、だから住むには別に苦労はないと思うよ。あ、そうか、うん、あ、そう。それでとりあえず新潟に行って、はい、じゃあそこでその絵の勉強をするため、デザインとか。そうですね、絵とかデザイン、うん、あと写真ですね。あ、写真ね、うん、僕が行った科がファインアートっていう科で、うん、アートってつくものなら何でもありな科だったんですよ。あ、面白いね。油絵をやることもあるし、うん、写真撮る人もいるし、うん、版画作る人もいれば彫刻もあるしみたいな、うん、もうオールマイティに全部やっていい科だったんで。面白いね。はい、かえってじゃあ、ね、いろんなことも吸収できるわけだ。うん、そうですね。それで、ね、うん、アメリカ行くわけ。で、行こうと思ってたら、うん、卒業した間に語学の勉強を半年ぐらいするんですけど。ああ、そうだよね。その間にちょっと子供ができまして。なんだその、手が早いの。あ、そうなの。ずっと付き合ってた。あ、当時のね。その間にできたんで、うんうん、これはいけないぞと、うん、育てなきゃいかんと。あ、そういうことだよな。っていう、そうだよね。その何、うん、自分の夢はとりあえず断念するわけだ、そこで。そうです、そうです。それで、うん、でもう本当に腹の番長なんですけど。腹の番長だよ。それで何、うん、就職するわけ、今度は。そうですね、育てないといけないし、生活あるんで、うん、就職をするんですけど、その時は新潟の富士カラー、うん、ああ富士カラー、富士カラー、はいはい、うん、写真の現像をやってます。あ、現像書の方行ったんだね、うん、そうですね、ラボで仕事をしてまして、うんうん、俺もずいぶん広告の時お付き合いがあったんだよ、ラボは。うん、広告もほら写真あるじゃない。そうですね、ね、はい、でラボの人に怒られ、接種に怒られ、大変な思いしたよ、はい、広告の時は、うん、そうですね、なんか色味とかそういうのすごいこだわって、ね、現像とかやってたんですよね、うんうん、でもう完璧な綺麗な写真できたぞとかって言って、うん、喜んでても、やっぱり直接お客さんに渡すのって写真館さんだったりするんで。ああ、そうだわ、ね、うんうん、だから自分のやったもののその反応が見れないんで。ああ、評価がね、うん、でちょっとそこで物足りなさを感じてたところに、うん、休日ショッピングに行った時に、うん、デパートで実演販売してる革職人さんに出会うんですよ。新潟ってデパートあんのか。伊勢丹さんでしたね、うん、そう、新潟って伊勢丹あったんだ、やべえな、小船渡に怒られる、うん、怒られちゃう。あ、そう。
そこね。で、そこで、陳列されてるものとかを、見てた。見てたんですね。うん、で、いろいろ、見方がやっぱり違ったみたいで。うん、ああ、うん、目線がデザイナーなのかな、そうですね。そうだよね。もう普段他の人が見ないような裏とかひっくり返してるのが細かく見てたんで、何やってんのみたいな感じで、ああそうかそうか、向こうは職人さんとしてもね、本業のやつが来たのかなとか、そう、趣味でやってんのが来たのかなとか、これは手が抜けないぞと思うよね。そこでこう会話が成立するわけだ、職人と。そうですね、革に興味あって、なんか見てたら作れそうだなと思ったんですけどって言って、材料とかも販売とかしてるんですかって聞いて、どこでやってるんですかって聞いたときに、新潟市内だったんですね。そうなんだ。で、じゃあ今度そこを伺わせてもらいますって言って、訪ねて行ったんですね。そこで革の材料とかもすごいいっぱいあって、これはすごいなと。ちょっとビビッと来たわけだな。そうです、で行った時にもうすぐ弟子にしてくださいって言って、おーすごい何事も決断早いな。ねえ、でそんなすぐ言われても、うちも職人業だからって感じで、そうだよ、1年間とりあえずじゃ通うんで、見習いで使い物のあるかどうか見てくださいって言って、自分から言ったわけ、それは。かっこいい。で、とりあえず、じゃあ明日から来いって言われて。すごいじゃん。その、ラボの仕事が朝6時から昼3時までだった。それ終わってから夜8時ぐらいまで、見習いで1年間通いまして。おー、すごいじゃん。それ続けるのもやっぱ根性がいるからな。そうだよ。そうですね。結構長いもんね。そうだね。仕事別にやってるわけだしさ。まだ小さい血のみごもいるしな、そうですね。それで1年間やり通したわけだ。そうですね。して、まあ、採用試験じゃないんですけど、なんか作ってみたの、なんか作ってみろって言われて、お作って、で、まあ、使い物になるって。何作ったの、何最初に。ね、なんだろう。その時はですね、メディスンバッグって腰に下げる。バッグ。それを、そうですね、一からデザイン画から書いて、こんなのを作るっていうところから、型紙をこうして、ミシンで縫う。伝統のパンはずっとこう、無言で見てるんですか、親方は。そうですね、だから、まあ、期間1週間とかで、まあ、何でもいいか、好きなものを。ここにある革なら使っていいから、ここで好きなものを作れやってみると。そうですね。親方はどうしてんの、今は。今はもう、革工房、革職人やってますね。あ、新潟で。へぇそれで、ね、その評価はどうだったわけ。これは商品にできるなっていう感じで、それで OK もらって、で、もう正式に採用してもらって。で、最終的にチーフっていう、まあ、工場長じゃないですけど、まあ、何かいるスタッフのチーフになるとこまで4年ですね。あ、かかったんだ。見習いの1年も入れた5年間修行して。親方の店宣伝しとかなくていいの？親方の店はストックヤードって言います。あ、ストックヤード。新潟の人。ストックヤード。いっぱい新潟もいるからね、聞いてるやつ。そうだよね。小船渡さん。一人しかいないみたいじゃないか。だって私はそれしかわからないな、まあね、ってことないけどね。あ、そう。ストックヤードってお店でやってんだね。そうです、ね。それでその5年間やって、独立みたいなことになって、北海道帰るの？そうで、まあそこが、まあ離婚のタイミングポイント。ポイントがそこに来てるわけだ。そうですね。そこが、ちょっと別れたんで、親が心配みたいな感じで、子供を僕が引き取ったんで。ああ、そうだよね。ねえ。はい。
で、まあ、実家帰ってこいと。地元に戻れと。で僕、弟子入りするときに、もう弟子は取らないんだとか言われてて、その店を全部、もう今後はお前が後継者だ。新潟でやれと。そうですね。そういう約束で弟子になってたんですけど、ちょっとまあ、それが叶わなく。あ、そうか。親方ちょっと寂しかったもんな。そうですね。本当、残念だったんですけど。でまあ、そういう思いもありつつ、とりあえず、まあ、言われるがまあまあ、血のみごを連れ、実家へ帰り、最初はやっぱ生活あるんで、サラリーマン就職したんですけど、まあ、やっぱりずっと川で生きていくんだって思って修行してたんで、そりゃそうだよな。で、まあ、川やりたくて、自分で独立して始めたっていう感じ。すごい。いやでも一からこうさ、だからやっぱデザインもできるし、まあ当然修行もしてるし、すごいなんか、まあ要は子供の頃からやっぱそういう要素があったんだね。そうだね。そうですね。なんかこう自分が思い描いてるものを服部くんに言ったらどんどん作ってくれそうな感じがするもん。だよだよだよ。だから最初に、ね、どんどんママも聞いてくれそう、言ってた通りさ、その人に合ったものみたいなさ、だ本当だったらこんなネット上で申し込んでお前作れるかバカ野郎って言ってもいいぐらいだよねお前ちょっとお前作ってほしいんだったら来いよみたいなさ、そういうのがやっぱ心情なんよ、本当は。ね、でもやっぱりね、やり取りするのも結構時間とかもかかりますよね、じゃあね。そうですね、だからすごい色味にうるさいお客さんが、この色でとかって言ってきた場合にはどうしてもそのパソコンの環境だったり、そう画面の色がね、なんでだったらその実際サンプルの色を、もう紙とかでも何でもいいんで、その色を送ってきてくださいと。いやもうなるほどなるほど。本当あったんですよ。あの広告の時さ、あったんですよ。ディックって DIC って書いてさ、色のチップがあるんだよ。はいはい。ね、それはあの服部君は知ってると思うけどさ、その色のチップを送るとそれに合わせた色にしてくれとかいうの。そういうのは富士からなんか絶対やってるはずだよ。はい、やってます。ね、似たようなことやんだよね、だからね、きっとね。そうですね、そういうことです。そうだよね、よくご存知。そうなんだ、ね、そういうことなんだよ。そうじゃないと、でもね、やっぱり職人だからそういう色にちゃんと合わせんだよね。そこはすごいところ、写真なんかもね。すごいね。多分その感覚でやってるんだよ。あのマスクはどのぐらいの時間がかかるんですか？マスクはですね、まあ、その色とか持ってる革の在庫に合ってるものが揃ってる状態で、ってなれば早いんですけども、何にもない状態だとその色の革を作るところから始めるんで。ああ、そかそかそか。なるほど。長ければ。質問いいですか？あ、どうぞ。はい、どうぞ。革のマスクは息が吸えるんですか？一応ですね、はい、鹿革っていうのは革のいろんな革ジャンあるじゃないですか。ある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 。その革の中では一番通気性がいい革なんですね、素材としては。そんなのあんだ、革って。柔らかいってこと？そうですね、薄くはないですけど柔らかいんですね、繊維が細かい、しなやかって感じですね。鹿革ってその例えで言うと、革界のカシミヤって呼ばれる。革の中のカシミヤと呼ばれてるぐらい。そうですね、なんか優しい。そうなんです、すごい優しい素材なんです。スリスリしたくなっちゃう。へえ。肌触りとかも本当に独特な柔らかい肌触りで、へ、あれは裏とかはどうなってるんですか、マスクの。興味津々だな、もう。ほらマスク職人だから今。じゃあマスク工作員だろ。僕が作るマスクの裏は布製の、あのスウェード調の布を使ってますね。あ、
フィルターかなんか入れて。そうですね、皮とその裏地の間にフィルターを入れて、うんうんうん、で、あの呼吸しやすいように皮の面にはあのちっちゃいパンチ穴を開けて、うんうんうん、あとさ、洗えるの？そうですね、鹿革はあのセーム革ってわかりますかね、うん、車磨いたりね、はい、うんうん、そうです、うん、ギターも磨く、宝石磨いたり車磨いたりする、うん、はい、あのふわふわした感じのセーム側っていうのは鹿側なんですよ、うん、本当。え、そうなの？今も合皮とか結構あるけどな。はい、そうですね、合皮のセームっていうのがあるんですけど、うん、あるあるある、昔からの本物のセームっていうと鹿のお腹の皮って鹿側なんです、うん。やっぱ向いてたんだ、うん、そういう素材として。そうですね、だから濡らして、うん、あの、うん、やっぱり硬くはなるんですけど、うん、揉んだら戻るみたいな、そういう性質がありまして、うん、唯一濡らしてもいい皮っていう感じじゃないですか、ね、そんなんだ、なんか皮ってなんか洗っちゃいけない感じするもんね。そうですね、普通はあの濡れて乾くときに皮が持ってる油とかを持っていっちゃって蒸発しちゃうんで硬くなって皮が劣化するんですけども、そうだよね、鹿革の繊維っていうのは本当に細かくて柔らかいので、革ジャン作ったらいいよね、きっとね、薄手の。そうですね。あ、いいわそれ。すごいね。本当に革ジャンってこう着た時肩周りが回しづらかったり、そう、鹿だとじゃあ柔らかいってことか。かなり動きやすいです。いやそれちょっと俺を、オーダーしよう。じゃあ岩松さんに打ってもらって。そうよ。そうですね、エゾシカの革ジャンの革ジャンじゃ、エゾシカの革の革ジャンか、うん、そうですね、うん、それはすごいじゃない、ね、マスクでお話しいただいてますけど、うん、まあ、革ジャンも作れますし、うん、いいね、すごい、俺とりあえずねマスクオーダーするからね、はい、うん、ありがとうございます、うん、私もなんか欲しいよ、イヤリングな、はい、あ、ピアス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 、そうそう、さっきの革製のフェザーとか、うん、いいよ、うん、いい、あ、そうか、今後何、今コロナだからイベントとかちょっとまだないか、今は。そうですね、一応オーダーも直接対面での注文受けはちょっとここのとこ控えてたので、うん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 、ネットですか、対面販売もしてなくて、うん、もうネット注文のみ、そうですね、うん、ほぼネットですね、うん、あ、そうか、なんて検索すればいいんですか、グレートスピリッツのホームページがあるので、あ、まずグレートスピリッツね、うん、ね、オッケー、札幌川とかグレートスピリッツ、あ、札幌川、まあ、この辺の単語を入れてもらえると出てくる、出てくる、出てきます、ね、うん、でそこから注文もできると、あ、ぜひぜひ、ちょっとですね、うん、3月4月で、うん、あの移転をしたので、うん、あの固定電話の番号ホームページにあるんですけど、そこはちょっと使えないので、うんうん、まあ、メールで、メールでの、まずは、はい、なるほど、まずはね、はい、わかります、こだわりの男だから、ね、うんうん、そうだよね、うん、あとなんか自分のお家のワンちゃんとか猫ちゃんとかの写真を送るとそれにそっくりなものを作ってくれるって聞いたんですけど、あ、そうですね、はい、はい、できます、レザーカービングって言って、うん、あの革の彫刻ですね、彫刻って言っても、うん、あの刻印って言って、うん、あのシルバーとかみたいに叩いて模様をつけるんですけど、うん、その技術を応用して、うん、ペットの犬だとか猫だとか、おユミネームじゃ、タズク作ればいいじゃん、タズク。うん、ねえ、うん、ぜひぜひ、うちの猫を3匹。ね、はい、で、お気に入りのその角度とかの写真とか画像を、送るとやってくれるんだ。いただければ、はい、その画像にそっくりな、似顔絵のキーホルダーだとか、まずさ、じゃあ猫の首輪にさ、猫のさ、うん、ついたやつで裏に名前書いてもらって、迷子札だとかいいんじゃない？いいよ。すごいね。うん、すごいよ。ちょっとなんか俺やらグッズも作ってもらいたいな。本当だね。うん、
ほんとだね、うん、ちょっとかっこいいじゃん、こだわってて、うん、うん、ねすごーい。ちょっとなんか、あの声聞いてる人はちょっとおとなしめに思うかもしれないけど、うん、ね、結構見た目ワイルドです、はい、ワイルドワイルド本当そうよ、うん、ワイルドワイルド、うん、物腰柔らかいけど、うん、見た目ワイルドです。それであの魂筋通ってるから、俺やら魂のそうですね。だまあ、鹿っていう素材っていうのも、そのエゾ鹿が結構駆除されてたりとか、うんうん、そういうところで、うん、その肉はジビエとか、うん、そうですよね。岩松さんので頑張ってるような感じで、うんうん、もうだいぶ人気も出てきてしまってるんですけど、うんうん、角とか皮とかっていうのは結構焼却処分とかがされてるんで、うん、ああ、そうだよね。はい、そうだよね。だってさ、うん、鹿のなんかお肉とかは食べたことはあったんだけど、鹿の皮でなんとかっていうのは本当にここ最近しか、そうですね、まあ、日本だと本当に岩町さんと出会ってからじゃないと知らなかった、うん、昔からだとそのインデンっていう、あの、はい、漆で模様をつけた鹿皮っていうのが日本の昔からある、うん、あ、伝統芸能みたいのがあるんだ。そうです、うん、まあ、その辺は奈良とかあっちの南の方の、え、奈良の公園の鹿かな。そうだよ、南の方の鹿だと思うんですけどね。ちっちゃい可愛いね、バンビちゃんか。どうしかでのものっていうのがあんまりなくて、うん、でほとんど焼却処分とか山にハンターがそのまま入れ埋めてくるとか、そうか、まあ、あったので、うん、あの北海道庁の方に行くと、エゾシカの有効活用事業部っていうとこもあるぐらいで、うんうんうん、チームでその組んで、うん、角とかその骨とか、うん、まあ、そういうものの有効活用所っていうグループにちょっと所属2年前にしたもんですけど。おー、そうかそうか。じゃあ皮は俺に任せろと。そう言っちゃっていいのかな。いいよいいよいいよ。皮は俺に任せろ。何か所かそういう取り組んでるところはあるんですけど、うん、まあ、その一つとして僕もそういう活動してまして、これも北海道愛もあるしね。もうそうね、ね、うん、やっぱり空上で人間の都合で殺されていくしか、そうよ、そうですよね、いただいてるんで、うん、やっぱり余すとこなく、そうですね、有効に活用してっていうところを頑張りたいと、うん、いやー、うん、すごい、いい男だね、いいお話、ね、素晴らしい、応援したい、うん、そうね、まあまずはあの、うん、グレートスピリッツでちょっと検索してさ、はい、服部くんがね、どんなもん作ってるかちょっと見てもらったら、そうですね、絶対ビビッとくるから、うん、ね、すいません、はい、今日夜の時間にありがとうございますということで、今日は革職人の、まあ、こだわり男だな、服部くんをゲストにお迎えしました、うん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。初に、あ、ユミネーの俺がやらなきゃ誰がやる。さて今日の俺がやらなきゃ誰がやる、はい、今日はね、うん、さっきのさ、服部くんね、あ、服部くん、うんうんうん、実はね、面白かったね話、うん、彼ね、神さん、別れた神さんね、はい、サードなんだって。あ、嘘、曽我さんと一緒じゃない。そうなの。それで実はまあ、うん、俺がやってるその北朝鮮向けのラジオ放送の話もすごい関心持っててさ、はいはい、うん、やっぱね、彼が新潟にいた頃は、うん、まだマンギョンボンゴが来てたんだって。そうなんだ。そうそうそう、それでちょうど帰ってきた直後だから、あの新潟の万葉門がつくとこにさ、右翼がガーッと来たりしてたんだよね、うん、当時。あ、そういうのもすごいよく見てて、あ、
じゃあちょっと普通の人とは違う経験というか、そうそう、見方をされてる若者だったんですね。そうそうそう、さっきのところではほらマスクのね、うんうん、まあ、皮の話ばっかりだったけど、うん、実はね、うんうん、そういう話もしたかったって言ってさ、うんうん、あーそうだったんだ、そうなん、まあ、まあいろんなところにいろんな人がいるもんでな、うん、まさか新潟でそんなの見てる人がな、うんうんうん、そうですね、出るとは思わなかったけどね、普通ほら、うんうん、びっくりするけど彼は全然平気だった、うん、ちょうどね、うんうん、北朝鮮はその北朝鮮向けのラジオ放送の潮風にすごい妨害かけてきてんだけどさ、はい、あ4月のね末にね周波数変えたんだよ、うん、あごめん、うん、5月の末にね変えたのね周波数を、うんうんうん、そしたらねもう3日で妨害かけてきてるからね、あら、うん、相当向こうは嫌がってんね、うーん、みんなねたくさんの皆さんから、ね、どうなっちゃってるんでしょうね、うん、支援ももらってるから、うん、まあ今もコロナも、はい、すごい向こうで蔓延してるって情報も入ってきてるからね、うんうん、まあこれも注目やっぱしていかないといけないかなと思ってるんだけどね、そうですね、うん、でさでさいいですか、何ちょっと話を変えてもよろしいでしょうかなんかお前なんかもうね言いたくてしょうがない話があるわけよ、何よあのね、うん、私ねやけどしちゃったの、やけどやけどほらあの最近さほら、うん、マスク職人じゃない、工作員じゃないですか、マスク工作員な、工作員、そう、マスク工作員でなんでやけどすんのよいやあのマスク作るときにアイロンかけるんですけど、あの一回お洗濯してそれもアイロンかけて、うん、私の場合はアイロンかけてかけたところを縫う、そっか、その方が、はい、その方が縫いやすい、折り目がちゃんとできてて、そうそうそう、縫いやすいわけだ、そうなんですよ、まあ、それでアイロンかける、なんとなくちょっと体調も悪かったのもあるんだけど、うん、なんかこうぼやっとしちゃってて、うん、いつもちゃんとしてるんですよ、でもちょっとぼやっとしちゃう大丈夫だよ、聞いてる人はみんなわかってるからいつもちゃんとしてるんです、だいたいぼーっとしてるからね、ちょっとぼやっと、もうもうだいたいね、ね、でね、うん、足のね足の甲にもうがっつり落としたんですよアイロンを、足の甲、はい、もう重くて痛いのと熱いのでもう固まっちゃって、私はアイロンって結構重いよね、俺、うん、それで刺さったの、外そうとも刺さってないの、いや違う違う、もうベタッとあの熱い部分が足の甲にべったりくっついちゃったの、はい、そう、それで、うん、一瞬固まっちゃって取ろうと思ったらもうくっついちゃってて、あそうだよ、変な話、うん、くっついちゃうんだよ、そう、うん、うわーどうしようと思って、うんうん、ゆっくり外したんですけど、そしたら皮も一緒に剥けてこねえか、大丈夫だった、剥けてこないようにゆっくりと、あでもうすぐお風呂場に行ってお水で冷やして、でめっちゃ痛くて、もう心臓がその時はもう足にありますよ、完全に、うん、もうドゥクンドゥクンが、そうだよね、足ですよ、うんうんもううわーと思って、でも夜の11時ぐらい夜鍋してたんだな、マスク、そう夜鍋してたの、うん、そうそう、でわーと思ってやるんじゃなかったと思いつつ、うん、でまあちょっと氷で冷やして、その日は、うん、病院行かなかったの、ね、すぐ、だって夜11時だったし、さ救急の可能性もあるんじゃん、だっていやだけどさ、そのほら何、体の何分の1とかっていう問題ではないから、あまあ確かに火事とかでな、うん、でまあ場所がさ足の甲だったし、うんうん、まあこれは後が残るなと思ったけど、うん、まあでもまあしょうがないだろうと、それで何、ね、とりあえず冷やして、とりあえず冷やして寝たんですよ、うん、寝れなくて、うん、で睡眠薬飲んで寝て、痛くてそうで次の日ですよ、うん、もうすんごい後が残ってて、そりゃそうだろう、わ水ぶくれとかなんだろう、そう、まあ、そう水ぶくれみたくもなって、うん、うわどうしようと思ったんですけど、うん、まあここまで来たらもう病院行ってもしょうがないのかななんて思って、うんうんうん、で、まあ、コロナもあるしな、まあ、近所に、そう、うん、怖いでしょ、うん、そうで、まあ、近所のドラッグストアに行ったんですよ、うん、あまあなんか塗り薬とかね、松本清、ああもうな、そうそうそう、ったらお世話になってるよ松本清さんは、もう、うん、そう、某、うん、じゃないね、某じゃない、もうあの潮風グッズを何千本も買ってくれてるから、そうですよね、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、お世話になってます松本清さん、そう、うん、ね、で、うん、そう、そしたら、うん、あの薬剤師の方にこれに塗りたいんですけどみたいなこと言ったら、これは病院に行った方がいいかもって言われてと思って、私これから収録なのにと思いながら、うん、もう一番近くの皮膚科に行ったんですよ、うん、で行ったら
なんとなんと、まあ皮膚科なんですよ。うん、皮膚科ね。なんちゃら皮膚科っていうところでね。うん。それこそ某。で、そしたら、うん、うん。もうすんごい人いるんですよ、いっぱい。あ、混んでんの？え、マジかよと思って。うん。で、ちょっと収録間に合うかなと思ったら、でも、ちょっとみんな怪しい感じの人で、うん、あれと思ったらみんな帽子とかサングラスとかして、よく見たらみんなすっぴんなんですよ。え、女性なんだろう、けみんなほとんど女性。そしたらなんと美容皮膚科だったみたいで。美容皮膚科って何？そう、皆さん、何、こうヒアルロン酸をしたりさ、ちょっとお顔いじられてる方が多いみたいで。整形手術は違うの？いや、違うんじゃない？注射でちょっとこう入れたりとかさ。あ、何？ボトックスとか。皮膚科だから、その顔とかがメインだと思うけど、例えば、シミを取るとか、そのシワを取るとか、なんかそういうとこだったみたいなんですよ。まあ、皮膚科って書いてあるから知らなくて。そんな皮膚科ってあんの？あるのね。それで、わーっと思って、しようと思って。待ってる間に、いやー、ちょっとなんかおかしいとこに来ちゃったかなと思って、これ見てもらえないのかしらと思って、うん、帰ろうかなと思ったら呼ばれて、うん、どうされましたみたいな、今日はどこですかみたいなこと言われたから、うん、ちょっと待って待ってと思って、すいません、ただの火傷なんですけど見てもらえますかって言ったら、うん、あ、大丈夫ですよって言われて、うん、あ、そっかと思いながら、でこうみんな周りの人たちはちょっとこう目線を気にしてこう顔隠してて、みんな、うん、その中で私なんかこう待ってて、なんか大丈夫かなと思いつつで行ったんですよね、うん、たら先生ももう見るからにお顔をいじられていらっしゃる、もう本当にこのテカテカツルツルのお肌で、あ、よく芸能人とか山本リンダとかすごいだろあれそう、もうなんかシワもない、そうツルツルのピカピカのテカテカのお肌のお先生、お先生な昔な、昔五木ひろしっているじゃん、歌手の。うん、横浜のね、うんうん、五木ひろしのスタッフやってる友達がいて行ったことあるんだけどさ、うん、五木ひろしもツルンツルンだった。やってたの？うん、絶対そうだと思う、あれ。テカテカ。そうなの？いや、わかんないけどさ、そうなんだ、うんうん、今急に思い出した。あ、そう。うん。それで？いえいえ。そう、それで、ちょっとなんか、お恥ずかしながら、このやけどを見せ、うん、先生が、あらあら大変なんて言って、うん、なんかこう、ちょっとおかまチックじゃねえか、なんか。いやーとか言って、うん、そう、それでなんか、私のこの皮を引っ張ったりとかされて、いろいろ。ちょっとなんかこう、水ぶくれがちょっと取れてる部分とかもあったんで、ちょっと痛いわよなんて言ってやってくれて、うん、で、これで跡が残んないようにできました、みたいな、すごい自信満々な、え、跡残んないんですかって聞いたら、うん、大丈夫よ、私がやったから、みたいな。すごい美容皮膚科って思ったんですけど。あ、そんなのあんだ。じゃあね、世の奥様方は、そういうとこ行って、シワ伸ばしてんだ。そうなんですね。私もちょっといよいよとなったら行ってみようと思います。あ、そう、うん。そう。びっくりしちゃった。びっくりしちゃったっていうか、なんか。なんか、そういうところってさ、ね、アトピーとかで行っても見てくれるのかね、うん。でも皮膚科だから見てくれるんじゃない？だって、やけど見てくれたよ。まあ、そういうことか。うん。そうだった。でも、来てる人はみんなそんな感じの人ばっかりなの。そう。そうだった。みんなオフの芸能人みたいな感じなんだろう、うん、だから。そうそう。なんかね、桑田真澄の息子いるじゃないですか、マット。ああ、やめろ。やめろ。あの子が来てるんだって。マジかよ、あんなになっちゃうのか、うん、あの子のやつは書いてなかったけど、うん、上原さくらだっけ、うん、ちゃんとかが、出てたんで、なんか、美肌注射を打ちに来ていますとかって言って。あ、宣伝してんの、そんなふうに書いてたよ。そう。へぇーと思って。もう結構有名なところみたいで。あ、そのよ。あ、そうなんだ。その世界では、うん。近所だから、そう。近所だから、ただ行っただけなのに。そしたらなんか東京都内美人女医図鑑っていうのがあって、そこに置いてあって、そこに先生が載っていますって書いて。え、そんな何？あったの、だから。え、綺麗な先生なの、うん、多分私の割には、という感じかな。痛い感じ？可愛らしいというか、いやー、
なんと言ったらいいんでしょうか。言えないか。美人すぎる女医の中に入ってるわけ。そんな感じみたいですね。へえ。いろいろびっくりしました。だからそうなんだと思って。だからまあちょっといよいよとなったら、うん、そっちの分野でも、うん、あの駆け込もうかと。とりあえず下見って感じか。ちょっと私がお肌テカテカになったら察してください。ああ下ぶくれは治んねえのか。うるさいわ。あ、それも治るかもしれない。治るかもしれない。小顔効果とか書いてたもん。あ、そうか。うん、へえ。そうだよ。やばいとこ見つけちゃったな。そうだね。あ、そうか、下ぶくれも治るかと思った。何気がついてんだ。でもそんなに私は下ぶくれブームですから。うん。そんなに何あの待合室は混んでんだ、うん、そうなんだよ。座れなかったから外に立ってたよみんな。すごい、ね、そんなに広いところではないんだけど、うん、そう、これもやっぱ解除になったからみんな押し寄せたのかな。いやでもなんかここは密だったなって思いましたね。あ、そう、関係ないんだね。まあそうだよ、まあ、綺麗になりたがる人は。そうだ、そうだと思うわ。そんなことぐらいでめげて止まるかみたいな。なそうなんだね、コロナごときでな、うんうん、そうなんだ。ちょっとなんかお肌の調子が悪いとなんか三下丹食べようとか思ってた自分が可愛く思っちゃった。なんだみんなこういうことをしてるんだ世の人たちはと思って。そうな、そっかと思って。まあな、韓国なんかは結構手軽にできるから、うん、みんなな、うん、本当にちょこっと行ってすぐプチ整形みたいので安くやれるから。なんか怖いとか痛いとかないのかなと思ってちゃったけど、みんなもうなんか普通になってるんだね日本もって思っちゃった。ああそういうことか、うん、まあ、親からもらった前大事な肉体をお前そう簡単にやって。まあ、でもさほら傷をつけるわけじゃないからさ、注射とかだとさその戻るわけじゃない、あと何ヶ月とかすると。ああそうかそうか、効果がなくなってな、うん、そうそう。でまたそこにこうシワがあるところにこうボトックス注射をするとかさ、へーと思って見て、うん、うわーと思って、みんなこれであれなんだと思って。何気に詳しいんだな。書いてるからさずっとさそれ読んでるじゃん私。待ち合い室にさやっと入れるようになったらさ そればっかり書いてるからさ、でなんとかさんが来ましたとかさ、で今なら何曜日はボトックス注射が 40% オフですとか書いてる。へーと思って見て、あのラジオ聞いてる女性の皆さんは、うん、ちょっと関心があればあの TY 俺やらまでメールください、ね、うん、極秘に場所教えますから。場所教えますから結構有名みたい。ということで今日はユミネーのやけど裏話でした。はい、タツネユミネーの俺がやらなきゃ誰がやる。さて今日の家族の絆だ。はい、今日はね、はい、福井県の武雄市、今はあの越前市というところになってんだけど、はい、そこからいなくなった1984年にいなくなった、はい、河合道江さんという方がいらっしゃる、はい、その方のお母さんからの呼びかけを聞いていただきます。はい、今日はね、はい、ちょっと思考を変えてですね、はい、お母さんが安倍総理に訴えるという、うん、そういう呼びかけになってます、はい、安倍総理大臣へ。昭和59年4月2日昼食後職場に戻る途中行方不明になった河合道江の母です。娘がいなくなり30年が過ぎようとしていますが、今でも今日は帰るか明日は帰るかと玄関の鍵をかけずにずっと待ち続けております。私が今一番思いますことは、娘は20代で大きく人生が狂ってしまい、幸せになれるどころか今もなおどこでどんな生活を強いられているものかわからないというのに、母として何もしてやれず、本人もどれほど不安で悔しい思いをしているのかと考え始めると、不憫で不憫でもういたたまれなくなる時があります。現在日本国内には私と同じ思いをしている人が何百人もおられますが、
未だに解決の糸口さえ見つからない。こんなことが許されていいのでしょうか。私たちは一日も早いこの問題の解決を願い、いつも祈りながら総理の動きを見守っております。内閣総理大臣安倍晋三様、日頃背広の左襟にブルーリボンのバッジをつけていてくださるのには感謝しております。どうかどうかそのお心で娘たちを一日も早く助けてやってください。よろしくお願いいたします。という安倍総理への、まあ、お願いというかな、家族のこれ思いだよね。うん、今も切実ですよ ね、 コロナがさ大変でさ、うん、まあ当然総理だってそれどころじゃないって言っちゃおかしいけどさ、うん、まあそういう風になってるけども、やっぱ家族の人たちはもうこの思いは全く変わってないわけだから。そうですね、うん、最後にあのバッジをつけてくれてね、感謝してます。今も確かにマスクしてバッジつけてるからな、うん、まあそういう姿は見受けられるんだけど、ね、うん、やっぱどうしてもかかってられないというかな、もう全く話題にもなってこないからな、うんうん、まあちょっと日に日に安倍さんもちょっとお痩せになって、まあ相当だろう、うん、心配は心配ですよね、うん、まあ相当疲れてることは間違いないと思うけどね、うん、そうですね、うん、早くなんかねいろいろ収束して拉致の話もね取り込めるようになってくれたらいいですよね。ねえ、なんかここのとこ安倍さん、あの前もちょっと話したさ、うん、あのお紅茶飲んでる動画とかさ、はい、安倍のマスクの話とかさ、うん、給付金がなかなか来ないとかさ、うん、こうちょっとなんかいろいろ責められちゃってるじゃない、うん、そうですね、うん、まあなんかそういうのもあって疲れてるのかなって感じもするけどな、うん、確かに、まあ、そんな中で頑張ってもらおう。そうよ、頑張ってもらうしかないからね、うんうん、まあ合わせて家族のね皆さんもこういう思いをしてるっていうのはやっぱ改めてちょっと聞いてもらいたいと思ってね、うん、今日はこういうメッセージをしたんだけど、もともと河合道江さんっていうのは、はい、1984年にね、はい、自宅から会社に車で行くんだけどさ、はい、一旦車で会社から帰ってきて家でご飯を食べて、うん、それでまた会社に戻るんだよ、うん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 、車でね、お昼かなんか食べに帰ってきたってことですよね。そうそうそう、ランチをね、うんうんうん、はい、それでそのまま車ごといなくなっちゃってるわけ。で車も見つからないし、まあ、結構これはあの他にもあるパターンだっていうのはまあ以前もね話したけど、ね、うんうん、もう一つね、はい、大きな共通点があるのが無言電話なんだよね、はい、あ、いなくなった後にお家に無言電話が来るっていうパターンですよね。そういうパターンの、ね、共通点があって、うん、当時20歳の若い女の子だから、これもやっぱ若い女性とかね、まあ、いろんな共通点がある特定失踪者なんだけど、はい、お母さんは本当にあの、ね、総理に話すんでも一生懸命こう、ね、何とかしてほしいという思いが伝わってくるし、はい、まあ、他にもたくさんね、もう家族として見りゃ政府に頼むしかないわけだから、ぜひねそういう思いを組んで政府にも頑張ってほしいね。そうですね、今日は1984年に福井県の現在の越前市からいなくなった河合道江さんのお母さんの呼びかけを聞いていただきました。はい、初音ゆみ姉の俺がやらなきゃ誰がやる。さて今日の音楽紹介は、はい、1984年の大ヒット曲だよ。なんだ、危険地帯危険地帯だろ、玉置浩二は。ほんとだね玉置浩二か辰巳かって感じだもんね。なんでそれ安全地帯な、なんで安全地帯って名前になったんだろうね。あんな危険なやつなのになでもあれですよ、旭川の大先輩ですから。あ、そうか、北海道か。北海道、はい、そうです、まあ、当時1980年に大ヒットした、うん、ワインレッドの心だよ。あー、好き好き。いい曲だよね。流行りましたよね、ということで大人なムードでね、うん、ということで紹介してください。はい、それでは安全地帯でワインレッドの心。
忘れそうな思い出をそっと抱いているより忘れてしまえば今以上それ以上愛されるのにあなたはその透き通った瞳のままであの消えそうに燃えそうなバイレットの心を持つあなたの願いが叶うのに今夜を揺れ合ったり悲しそうな言葉に酔って泣いているよりワインを開けたら安全地帯でワインレッドの心でした。もっと勝手に恋したりちょっと違う なちょっとあのうちのマネージャー S 君の方が似てるな。あ、そう得意だもんな。得意だよ ね、うん、お箱だろ。顔も似てるような。あ、確かに、うんうんうん、そうだね。つかみかけた相方ですよ、タツニそうね懐かしかったね。ねえ、そうですね。いい曲だわ。うん、本当だね、まあ、曲はいいね。あ、曲、うん、曲はいいってお前危険地帯だからそうそうそう、曲はいいんだけどね、うんうん、まあ、この後だってヒット曲連発するじゃないもん。あ、そうですよね、うんうんうん、まあ、あの頃よく安全地帯聞いたからまた今度かけよう、うん、はい、はい、ということで今日は安全地帯のワインレッドの心を聞いていただきました。はい、タツ姉ユミ姉の俺がやらなきゃ誰がやる。さて今日もエンディングだ。はい、
そういえばさ、うん、私この前フェイスブックで中島金さんのところの牡蠣をあげたら、うん、はい、うん、結構皆さんお取り寄せしてくれたみたいで、わあ、それありがたいね。ありがとうございます。はい、本当結構美味しかったよとか、うん、これあれしたよとかって言ってくれる人が結構いらっしゃって、ああいいねそれ、はい、うん、あれは絶対食べて損ねえからな。ねえ、そうですよね、うん、この世の牡蠣で一番うまいよこのような牡蠣でね、うん、あの牡蠣番長はちょっとそこ言っとかないとさそうだね、うん、んでそれでちょっと今お取り寄せにハマってるんで、おチベチャ町のジンギスカンを、うん、チベチャ町って有名なのジンギスカン。はい、美味しいところがあってですね、それはまたチベチャ の佐藤さんっていう方のご紹介でお取り寄せをしたんですけど、うん、聞いてくださってるかな、あ、本当はリスナーなんで、はい、それも、はい、うん、もうすごい美味しいのよ。あら、みんなに食べてもらいたいから後でまた送ろうかしら。あら、いいね。はい、そんなにどんどんお知らせした方がいいじゃない。うん、いや、それは何、お店のサイト、うん、ね、うん、楽天のサイトかな。あ、楽天にお店出してる。そうです、ちっちゃい個人商店なんですけど、うん、すごい美味しいんだよね。あ、そう、うん、まあ、私子供の頃は知らなかったんですけど、うん、あの帰った時にみんなジンギスカンやろうってなったら、うん、いや、あそこだろうってみんな口揃えて言ってたんで、一番美味しいんじゃないかなと。それは何、じゃあそこまで買いに行くわけ、向こう行った。そう、そこまで買いに行きました。普通のジンギスカンは売ってるんだけど、なんか種類が違うやつは買いに行きました、うん、あ、肉が違うの。うん、肉が違うのと、なんか味が違うのと、あ、タレの味が違うんだ。そう、そう、うん、とかなんかあったね。あとなんかサフォークとか、あ、サフォークな、なんかお肉の、そうそうそう、うんうんうん、種類とかね、うん、うんうん、あ、そう、じゃあ今度それを取り寄せ、はい、お取り寄せしたんですよこの前。あ、それでしたの。めちゃくちゃ美味しくて、うん、はい、ちょっとまあ牡蠣食べた後だったんで、うん、あの少し間を置いてまた投稿しようかなと思って、うんうんうん、ゆみね、食べてばっかりじゃんって言われそうだし、まあ、大体そうだ食べてばっかりなんですけど、そうよ食べてるか飲んでるかな。おい食べながら飲んでましたけど ね、ジンギスカンは、うんうんうん、はい、俺もね、うん、マスクオーダーなんか お取り寄せちょっと待って、本当に怪しくなるな、大丈夫かな。いや、あれだってかっこいいじゃん。いや、かっこいいけどさ、本当にコロナがなかったら、うん、もう本当止められてるよコンビニ強盗とかと間違えられて俺はあのフェイスブックに書き込んだやついたもんな、銀行これで行ってくださいとか、うん、書かれてそうでしょ。だって荒木先生もそれでコンビニ行くなよって書いてあったのに職務質問、もう今行ってきましたよみたいな、固く捜索されるぞみたいな、うん、絶対されるよ。今この時期だからされないだけで。ちょうどコンビニから帰ってきた時あげたんだよね、あれ怖い本当にさ、もう柄の悪さがさ際立つ。あれだってさ、ネイビーシールズが着てる戦闘服のカラーだから平気じゃないですか。平気じゃんって、平気じゃないよね。なんかもう本当にやばそうな本当に、まあ、なんか私が作った迷彩のやつも変なことに加担したなって後で反省したんですけどあれでも知って言ってるよいやいやいや、もうあのたくさんの人が送ってくれるから、もう日替わりでさ、よかったですね、うん、もうマスクには困んないよ。あ、それでね、この間ね、はい、マスク一つあの売ってたんだよ、うん、でそれちょっと欲しくて買ったんだけどさ、うん、なんとね、素材がね、うん、スクール水着なの。え、大丈夫それだってちゃんと水着の絵が描いたって。捕まえて本当に健康派です。それでは皆さん、また来週。ちゃんとドラッグストアで売ってんだから。初にユミネの俺がやらなきゃ誰がやる。この番組は全ての日本人拉致被害者救出のために活動する特定失踪者問題調査会の提供で、札幌ラジオワンダーストレージ FM ドラマシティをキーステーションに、秋田コミュニティ放送鶴ヶ FM ハーバーステーション、米子だらず FM、 FM 出雲をレッドしてお送りしました。街の日々